バイクが、壊れたので修理に持って行って、その後なんですけども直りました。で、請求金額は、無料ってことで直してもらいました。本当にバイク店の店主の方には本当に感謝申し上げます。嬉しいですね。でも引き続き一応金欠は確かなので、引き締めで生活を乗り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。長時間やっぱりバイクを乗っているともちろん腰を痛めてしまうので、まあね、それは仕方がないことなんですけども、やっぱり今回のバイク故障で月収がかなり減ったので、次お伝えします。予定としては結構もう残高ギリギリのところで生活をしております。収入源ですね、一応もうフルで週7日ウーバー頑張るというか、まあ、全然ウーバーの実力不足なので、一応その月の収入減った分を取り返していこうとは思います。この調子で動画を撮って YouTube継続していきたいと思います。どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。無職天変から這い上がれ資産チャンネルです。よろしくお願いいたします。